この度は個別支援計画作成ソフトのお買い上げありがとうございます。この動画シリーズでは個別支援計画作成ソフトの簡単な使い方を機能別に音声と動画でご説明いたします。なお、音声は MacOS 10 m a r v e l i の音声出力を応用しております。音声の読み方がおかしい点はご了承ください。なお、このソフトは特定非営利活動法人。 フリースペース、B ネット内、障害者復讐労子園 A 型事業所 B ネット、ソフト開発部の制作、制作者は、B ネット理事長、山本、であり、このソフトの売上収益は、当事業所の利用者工賃に充当されています。ご使用にあたって、このソフトは、ベクター、および AmazonB ネット通販支店の2カ所、および B ネット通販本店にて販売しており、 販売先によって配布形態が異なります。Amazon 通販をご利用いただいた方は USB メディア媒体でお手元に届きます。プログラムファイルは圧縮をかけておりませんので、そのままフォルダーごとコピーしてお使いいただけます。フォルダー内の書類はソフト動作に必要なものですので、必ずフォルダーごとコピーしてください。USB は再インストールの際に必要となりますので、 大切に保管してください。このソフトは起動中に自動保存、アイドリング時、及び終了時にしますが、万が一に備えて、ご使用中のバックアップは別のメディアに取るようにしましょう。USB も消耗品であることをお忘れなく、ベクター、及び B ネット通販本店経由でお買い求めいただいた場合は、ダウンロード販売専用となります。 ダウンロード先を記載されたメールが届きますので、ダウンロードしてください。圧縮したファイルがダウンロードされましたら、メールに記載された圧縮回答用のパスワードを入力して回答します。回答された中身は、上記、アマゾン通販と同じもの、動画ヘルプは同報されておりませんので、B ネットの YouTube 登録動画、ソフト内のヘルプからもご参照いただけます。 およびダウンロード動画をご参照ください。サポートブログは FC2P ネットピュアシルバー工房ブログです。ご不明な点や異常がある場合はお買い上げ時にお知らせいたしております。サポート窓口までご使用のパソコン環境をご記入の上、メールにてお問い合わせください。低価格でご提供させていただくため、原則電話サポートはいたしておりません。 どうしてもご不明な点がございましたら、平日午前10時から12時、13時から15時までの時間内にて、B ネット代表電話にて販売担当者または制作者がサポートいたします。なお、パソコンの基本操作、支援計画の立て方などの基本的なことはサポート対象外ですので、あらかじめご了承ください。 では、ソフトの取り扱い方法をご説明いたします。USB でお買い求めいただいた方は、フォルダーごとご使用のパソコンにコピーしてください。ダウンロード販売をご利用の方は、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍して、フォルダー内をご覧ください。フォルダー内の福祉サービス事業所 PDCA v プラス EXE。EX e エグゼファイルをダブルクリックして起動させてください。正しく起動しない場合、USB ご購入の方はフォルダーごとゴミ箱に捨てて再度コピーしてください。完全にコピーされるまでお待ちください。ダウンロード販売でご購入の方はご使用環境やパソコンの通信状態などによりダウンロードしたファイルが 正しく回答されないケースやダウンロード自体が不完全なケースが稀にありますのでその場合はお手数ですが再度ダウンロードからやり直してください通常以上の方法で解決いたしますエルゼファイルがわからない方は Windows OS のフォルダオプションで拡張子の表示チェックが入っていないかご確認ください その場合は、チェックを外して、拡張紙が表示されるように設定してください。初期画面のご説明をいたします。初めて起動した際に、確認ダイアログが表示されます。これは、テスト入力したサンプルに記入されていない部分があるという注意ダイアログ表示です。 このように入力不可欠の部分に入力漏れがあると次の操作に移る際に確認ダイアログが表示されます。入力されたらこのダイアログは表示されなくなります。とりあえずはいまたはいいえを押してください。すると基本情報入力画面が表示されます。別名フェース、シートとも呼びます。ここに 個人情報を記入していきます。なお、文字入力後に確定以外のエンターキーを押すと、そのまま開業されてしまいますので、タブキーか適当な場所をクリックしてください。ただし、この時に入力可能な場所以外をクリックすると、初期画面と同様に注意ダイアログが表示されますので、その場合は、いいえをクリックすると、 入力不足があるときは、早く元の画面に戻れます。ダイアログが表示されなくなったら、最初に事業所登録を行いましょう。登録事業署名と記載されている箇所に事業署名を入力してください。できる限り、一義用で入力してください。次に、ヘッダー部分、印刷時に、 上の部分にプリントされる事業署名を入力してください。同じく事業区分、例えば就労継続支援事業 A 型とか B 型とか記入してください。ここも枠内に収まるように入力してください。行政提出用書式にも反映されますので、正しく入力してください。次にタブをクリックして利用者処遇を入力します。 一日あたりの勤務時間と会所日数を入力してください。ここで入力された数値をもとに、フェイスシートで入力したコーチンに合わせて自動計算が行われます。コーチン単価は個人ごとに変わることが多いので、フェイスシートで個別に入力していただければ、その利用者の代替のコーチン収入が表示されます。 入力が終わりましたら、右上にある基本情報入力用ボタンをクリックして、最初の画面に戻ります。基本操作に関して、簡単にご説明いたします。表示画面が大きすぎるとか、小さすぎるとか感じられましたら、画面左下のプラス、マイナスアイコンをクリックしてください。クリックごとに拡大縮小されますので、入力時と、 閲覧時の切り替えにご利用ください。アイコンの左端にサイズ率が表示されます。この機能は、このソフトのどこででもご利用いただけます。次に、上部のアイコンですが、これもすべての箇所で使用できます。上部、左端のノートのようなアイコンは、入力したレコードを切り替えるものです。入力した人数や、記録したレコード数が表示されます。 クリックすることで次のページ、前のページと切り替わります。同じく上部のプラスマークが書かれている新規レコードアイコンはクリックすることで新しいレコードを追加作成します。同じ機能を下の段左に新規ボタンを設置してあります。上部、バツマークが書かれている削除アイコンは 作成登録したレコードを削除するものです。一度削除すると元に戻せませんので、ご注意ください。特に、基本入力マスター、フェイスシートなど、入力後、個別支援計画書類をいくつか作成した後に、古いものを削除したりすると、内容データのリンクがおかしくなりますので、一度、 個別支援計画を作成した人の個人データは退所などで不要になっても削除せず、非表示にするなど削除以外の方法で管理してください。このソフト内では5つのデータベースを組み合わせて管理しております。基本入力マスターで入力された内容は他のデータベースも利用するので、この基本入力マスターが消えると、 他の書式の参照先がなくなり、表示がおかしくなります。新規で作成した時点での削除は問題ありません。他の書式は、この基本データを参照しているだけですので、削除しても特に問題はありません。ただし、福祉法では5年間の保管義務が課せられておりますので、印刷は必ず行って保管しておいてください。 その他のアイコンに関しましては、検索や並び、変えなどの表示を変えるだけですので、必要に応じてご使用ください。詳しくは、このソフト開発環境であるファイルメーカーの機能ヘルプをご参照ください。このソフトで印刷する際の要点をご説明いたします。ファイルトップメニューの印刷を選ぶか、 印刷ボタンをクリックすると印刷用画面が表示されます。初期起動時には左上印刷括弧 R と表示されている箇所が現在のレコードになっています。現在のレコードとは現在表示されている1レコードのみのことを表現しています。OK を押すとそのレコードのみが印刷されます。この部分が対象のレコード になっている場合は、表示されているレイアウト内のすべてのレコードが印刷されます。全員の各種帳表を印刷したい場合は、対象レコードを選んでください。個別に印刷したい場合は、現在のレコードを選んでください。用紙設定は、プリンターの設定、または印刷を選んだ際に表示される画面の プロパティと書かれている部分をクリックしてください。用紙サイズ、休止方法、印刷の向きが変更できます。複数のプリンターがある場合は、印刷に使うプリンターを選んでおいてください。両面印刷など、プリンター独自の機能は、この画面のプロパティから選択してください。書式により、縦、横の用紙方向がありますので、 任意で選んでください。自動では切り替わりませんので、ご注意ください。なお、印刷ダイアログ内の印刷範囲で、複数枚の帳表がある場合は、枚数指定できます。すべてを選ぶと、2枚ものの書式ならば、2枚、印刷されます。プリンター機種により、用紙幅が、不足や、超過で、1枚で出力されず、2枚、 印刷される場合があります。その場合は、プリンター自体の設定でマージンの値を変えていただくか、ページ指定を1ページから1ページまでに設定してください。このソフトの開発環境であるファイルメーカーの特性で、印刷出力までに若干お時間がかかりますが、エラーではありませんので、少しお待ちいただけば出力されます。 その間、このソフトでの他の操作ができなくなりますが、これもファイルメーカーの特性ですのでご了承ください。では、基本個人入力マスターのご説明に戻ります。この画面には、7つのタブの入力画面があります。まず、利用者の氏名、住所などの入力画面、契約内容の入力画面、 障害関連の入力画面、家族情報入力画面、医療関係入力画面、生育歴、職歴などの入力画面、日常生活に関する入力画面に分かれています。それぞれに入力することで印刷用個人マスターが作成され、同時に他の書式からも個人情報の引用ができるようになります。キャプチャー動画で 要点をご覧ください。それぞれの空欄を埋めていくように、選択、あるいは入力していきます。生年月日などは、カレンダーアイコンからの入力も可能ですし、直接、性歴で入力することもできます。直接入力する場合は、二千十三スラッシュ、十一スラッシュ、ゼロ九のように、四桁、スラッシュ、二桁、スラッシュ、 2桁の順で入力してください。このソフトでは入力をできる限り簡素化するために現在の年月日から生年月日の数値を差し引いて万年齢を計算するなど自動計算スクリプトを各所で使用しています。そのため最初の入力時のみ本日の日時取得ボタンをクリックして入力時の年月日を取得します。なお、 この部分の入力は次回起動時から自動更新されるように設定してあります。契約関連入力画面での設定など代表的な箇所のご説明をいたします。契約期間の年と月数をそれぞれ選んでください。雇用契約が発生する事業の場合は雇用契約期間も同様に選択してください。通常は 年単位での契約でしょうが、事業所によっては、年度ごとに切り替えるところもあるかと思いますので、その場合は、月数で調整して、締める月までを選択してください。指定された月数の末日までが、対象期間として自動入力されます。西暦表記は、自動変換されて表示されます。なお、 この入力の横に期間有効判定箇所があります。その部分が赤い文字になり、期間無効と表示された場合は、記入期日が間違っていないか確認してください。この部分は今後、契約更新切れの際に注意アラートとして機能します。右横の残り日数表示箇所は、その期日の末日までの概算を計算していますので、 現在からの正確な残り日数とは異なります。大体の目安と思っていただき、残り日数が少なくなった時に、次の更新の準備をしていただくための目安としてご利用ください。契約更新切れは、同時に、個別支援計画の期間切れでもあります。有効期日内に、モニタリングと合わせて、 次の更新個別支援計画を策定するようにしてください。なお、モニタリングは最低半年に一度は行うように福祉法で規定されておりますので、6ヶ月以内に一度はモニタリングを行いましょう。受給者書の有効期間切れにも注意してください。こちらにも有効無効の注意ダイアログを設置してあります。 受給者書の更新時には、利用開始時と同様に、個別支援計画などの行政提出書類が必要となりますので、作成漏れのないようにご注意ください。事務関連とも関係しますが、特別雇用開発助成金の対象者であるか、暫定受給がついているかなども記入しておくと、書類作成漏れがなくなるかと思います。 このように各所にそれぞれ入力をすることで利用者のアセスメントにもなりますので登録時だけでなく更新ごとに入力内容を確認する習慣をつけましょう。